はい、スミデッティビーです。今日紹介するのはこちら。シンカリオン Z のザイライダー883ソニックです。まあね、普通に883ソニックでもいいと思うんだけどね。とりあえずまあ解説とかあるんでね、これはね、もう止めて読んでね、もちろん。さあちょっと箱だけ少しだけ見てちょっと開けるか。こんな感じで。なんか浮きそうね。下はちょっとかっこいいぞ。じゃあもう開けていくか。まず箱から出します。箱をとりあえず開けるか。設置材料はこんな感じですね。ソニックの車両と、あとは台車と、あとこれ、武器と、あとは説明書とシール。じゃあまずちょっと開けていくか。なんで、ここから取り出していってます。じゃあ、まず普通にね、電車にしていくか。じゃあ、とりあえずまずはね、これをね、ちょっと待って、どうやって組み立てるんや。あ、はいはいはい。わかりにくいんですが、このね、多分、この穴に多分ね、これをつけていく。反対側も同じようにつけてください。んで、ね、まずこれをね、あれ、ちょっと、これをね、多分合体させます。ここでね。というわけで、ちょっと逆さにして、ね、まずこれをね、ちょっとブス。そして、次はそのソニックボウガンってやつをね、ちょっと組み立てます。向きはこうで、で、多分穴を、こうするんだと思います。こんな感じで左右やったら、ね、このソニックの穴に取り付けると。はい、これで完成だな。ちょっと隙間空いてるけど気にしない。じゃあとりあえず次はシンカリオンの武器や足に変形していこうか。まずとりあえずこのソニックボウガン多分。ちょっと今は多分、用じゃないんだけど。で、車輪取って、で、ちょっとパーツばらすよ。で、これでね、これも外すよ。よいしょ。ほんで、ちょっとこれで、ちょっと、ってやるか。とりあえず、これがパネルになってるんで、これを上まで開いて、あとこれもな、これもくって開いて、あ、やばい、取れたな。ちょっと修理しますか。んで、つま先を起こすと。で、ちょっとわかんないな。これをね、こうして、この二つの穴を多分ここにはめます。これが完成図。また同じようにやってくださいね。で、こんな感じ。で、ちょっとこれをね、ちょっと分解して、よし、やります。まずこうやってね。分解して、あ、見えなかったか。で、とりあえず外して、よし、ちょっと見えない。このジョイントを、ね、ここにつなげます。ただ、それだけ。はい、とりあえずこんな感じ。じゃあちょっと、ラベル貼っていくか。じゃあちょっとシール貼ったところは、まずは、どこだったっけ？ここ。で、その次はここ。で、ここ。です。こっちも同じです。で、ちょっと E5 とちょっとネットがあったりしていこうか。まずとりあえず足はね、絶対足はとりあえず変形しないで、ソニックでやったらここにキュボってつけるだけです。ここにつけるだけ。これ武器の作り方は普通にこうやってやってるから、まず外して、でここにはめて、でエキスカリバーをここにはめて手につければ OK です。じゃあこんな感じ。あずさとちょっと Z カットしていくか。最後にこんな感じ。こんな Z カットをしてみました。シンカリオン Z のあずさソニックでいいでしょ。ちょっとやばい感じです。じゃあまた見てね。バイバーイ。